入試説明その4。こちらでは一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜についてお話しいたします。一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜は、いわゆる併願、他大学も受験をしようと考えている方に向いております。一般選抜は併願を考えている方、受験勉強を頑張ってきたのでその努力を生かしたいという方、共通テストを利用した選抜では大学入学共通テストを受ける予定があるので、その試験結果をぜひ利用したいと考えている方、そういう方に向いております。一般選抜の試験日は1期が2月2日、2期が2月29日となっております。1期は A、B、C と3つの方式がございまして、 A 方式は英語と国語と2科目で判定いたします。 B 方式は英語、国語どちらか1科目のみで判定いたします。 C 方式は英語の筆記試験を受けていただいて、そして面接がございます。2月29日の試験日の方は A 方式と B 方式のみです。そして奨学金ですね、TFU スカラシップの適用希望者は A 方式で、つまり2科目判定の方で受験していただく必要があります。また、英語はみなし得点制度というものがありまして、例えばですが、実用英語技能検定、英検ですね、そちらの、例えば準2級を受けたことがあるとか、そのような方は、外部受験の得点を、英語の試験の得点に変えて判定するという制度がございますので、そちらに興味のある方は、学生募集要項の方をご覧ください。そちらに詳しいことが書いてあります。そして検定料は3万円です。また、同じ期の大学入学共通テスト利用選抜と同時に出願した場合は、一般選抜の入学検定料のみ、つまり3万円で受験できます。大学入学共通テストの結果を利用した選抜の方ですが、こちらも1期と2期があります。出願期間はそれぞれ1月22日から26日まで、そして2期が2月13日から21日までとなっております。評価する科目は、英語、国語、地理歴史、公民、数学、理科の6教科中の一番良い点数2科目で、評価いたします。また、英語と国語はどちらかの科目を1科目必ず評価させていただきます。詳細は募集要項でご確認ください。そして、こちらもスカラシップ奨学金の対象入試となっております。検定料は1万5000円です。ただし、同じ期の一般選抜と同時に出願した場合は、一般選抜の入学検定料のみ、つまり3万円で受験することができます。平日キャンパス見学会が9時から16時までありますので、こちらの方で入試や奨学金に関する何か不安に思うこととか、よくわからないことがございましたら、個別相談を受け付けておりますので、ぜひこちらにお問い合わせください。お問い合わせやお申し込みは、東京富士大学のホームページより、受験生応援サイトから下の方に、お問い合わせフォームがございますので、こちらで
お問い合わせください。また電話や E メールでもお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。